大家好，我是 Seika， 我是 You， 欢迎来到 Seika and You 的屋。Seika and You の部屋へようこそ。今回は人間関係の基本ともなる挨拶に関するフレーズをシーンごとにご紹介したいと思います。基本的な挨拶なんですけれども、すごく重要になるので、ぜひぜひ見てみてください。それではどうぞ。まずは普段の挨拶、人と会った時の挨拶からご紹介します。一番基本となるのが2つです。はい、你好、您好。この你、您っていうのはどちらもあなたという意味です。で、您は你の継承なので、您好を使う時は自分より目上の人だったり取引先の人、また、出会ったばかりの人に挨拶するときは您好を使うといいと思います。友達同士の間だったら你好で十分です。すごく仲いいのに逆に丁寧に言おうと思って您好と言ってしまうと、ちょっと距離感を感じて逆に、まあ、失礼ではないですけど違和感があるので你好の方がフランクでいいと思います。友達同士ですごく仲いい人とかに会ったときは Hi、はい、って感じで、もっともっとフランクな言い方でも OK です。でさっきは、まあ、1対1っていう場合の挨拶なんですけども、相手が複数の時はどういうかというと、大家好、はい、大家っていうのは皆さんという意味なので、まあ相手が複数の時の挨拶の時は大家好って言うといいと思います。さっきは時間帯関係なくオールマイティで使える挨拶ということだったんですけど、次は時間ごとに使い方が変わる挨拶っていうのもあるので、そちらもご紹介します。どうぞ。早安、午安、晚安。日本の方だったら漢字を見ればだいたいいつの時間帯に使うのかっていうのはわかると思います。早安は早いって書くので、まあ、朝、おはようっていうニュアンスで使います。午安はこんにちはというお昼前後に使います。で、晚安はまあお休みっていう意味なので、まあ、友達同士で使うことはあまりないかもしれないんですけど、早安、午安、晚安って似てるのでここで一緒にピックアップしました。で、だいたい使う時間帯なんですけど、早安だったら午前中は全部使える。うん、全部使える。だいたい午前中だと全部早安で OK です。で、午安だったら、まあ、12時前後っていう感覚らしいんですけど、じゃあ11時は午安、1時は午安、3時はうん、你好でいい、2時は2時、うん、午安と、うん、你好都可以っていう感じで、まあ、あくまでも成果のニュアンスなので他の人はちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、感覚的に私も人と話してる感覚では11時から2時ぐらいまでだったら午安で OK で、それ以降の午後だったら、まあ、你好っていう感じでいいと思います。で、晚安はまあお休みって感じなので、まあ、寝る前とか、使うことが多いです。先ほどは普段の挨拶の中でも出会った時の挨拶を紹介したんですけれども、今度は別れ際、さよなら、バイバイっていう時は何て言うかをご紹介したいと思います。まず2つです。どうぞ。バイバイ、再见。はい、バイバイは日本でも言うと思うんですけれども、台湾の場合のバイバイは、友達同士だけじゃなくて、例えばレストランで店員さんがお客さんに言うのも OK ですし、まあ、目上の人とかにもバイバイって言っても失礼に当たらないので、ここはちょっと日本語と感覚が違うかなと思います。再见は、見ての通り再び、まあ、见、見る、会うという意味なので、まあ、またねという感じで、さよならまたねというニュアンスで使います。続いてもう一つ、みんなでこう集まっていて先に自分が帰る時になんて言うかっていうのが結構大事になってきます。何も言わずに無言で去るわけにはいかないですよね。で、そういう時になんて言うかっていうのを3つフレーズご紹介します。どうぞ。我先走了、我先离开了、我先回家了。はい、どれもお先に失礼します、
先に帰るねっていうニュアンスで OK です。我先〇〇了で全部〇〇の部分が変わってるんですけど、我は私、先は見たまま先にで何々しますという感じです。我先走了の走は、まあ、歩く、去るという意味なので、まあ、先に、ここを去りますねという感じで使います。我先離開了は、離開はここから離れるという意味なので、まあ、先にここから離れますねという意味で、お先に失礼しますとなります。で最後、我先回家了の回家は、回は帰る、家は家なので、先にお家に帰りますということで、これもお先に失礼しますというニュアンスになります。続いて、友達のお家などにお邪魔するときに何て言ったらいいかというフレーズをご紹介します。まあ、留学の時に、まあ、友達の家とか、招待してもらって遊びに行くことあると思うんですけど、なんて言っていいかわからないとからといって無言で行くわけにはいかないですよね。ちょっと失礼に当たってしまうので、このフレーズも知っておくと便利だと思います。不好意思打扰了、不好意思っていうのはすみませんっていうニュアンスなんですけど、不好意思打扰了はお邪魔します、打扰はお邪魔するという意味なので、すみませんお邪魔しますという感じで使います。お邪魔しますっていう言葉は、さっき紹介したんですけど、じゃあお邪魔しましたっていう時は何て言うかっていうのを続いて紹介します。どうぞ。谢谢你们的招待。谢谢はありがとうっていうの意味なんですけど、你们はあなた方、招待はおもてなし、おもてなししてくださってありがとうございますということで、谢谢你们的招待って言って、那我们先走了、我先走了って言って帰るとバッチリだと思います。で最後におまけとして、ただいま、おかえりは何というかっていうのもご紹介したいと思います。これ結構留学とか、しててもなかなか観光とかでも使う機会がないので、私も留学してた時とかも全然知らなかったんですけど、まあ、知っておくと便利なのでご紹介したいと思います。じゃあまず、ただいま、我回来了、おかえり、你回来了、はい、我回来了、ただいま、私が回来、帰ってきましたっていう意味です。你回来了はあなた、にはあなたで、回来は一緒で帰ってくるっていう感じなので、日本語に直訳というかそのまま言うと、私が帰ってきました、 あなた帰ってきたのねっていう感じで、なんかちょっと最初知った時、それだけでいいのって思ったんですけど、ただいま、おかえり、我回来了、你回来了と言います。ここまでいろんなシーンごとの挨拶をご紹介したんですけれども、いかがでしたでしょうか。挨拶って本当にコミュニケーションの基本というか、会話の入り口だと思うんですね。でもそれが何て言っていいかわからないとドキドキして、あ、なんか今の会話とか今のこの集まり大丈夫だったかなってなることがあると思うので、まずは挨拶、この入りをしっかり覚えておくことで、台湾に旅行来た時とか留学の時の生活が楽しくなると思うので、ぜひぜひこの動画見ながら練習してみてください。谢谢大家，我们下支影片再见，拜拜。